Welcome to our cyberspace force. Put your life data and combat record in, and your senses have complete synchronized with this machine fire. Now, power unit start. Fire control system on. All condition green. Let's fly into cyberspace. Good luck, and you'll be safe in cyberspace.こんにちは。11時の ENN リポートです。まず最近増え続ける自殺者のデータです。シティの自殺者は5年前に比べて 35% も増加しており、700件にも上っています。この数字に情報監督局 EX ではサイクルエデュケーションプログラムとメンタルヘルスプログラムの見直しを急いでいます。この事態に対してウォンダ EX 司教は1週間以内にオールネットでのスピーチを行うと異例の発表を行いました。これが実現しますとほぼ7年ぶりのスピーチということになります。この町の名はエデンだ。地球に残された最後の町だ。エデンというのは楽園のことらしいが、ここが名前通りの場所なら自殺するやつなんて言いやしないだろう。次のリポートです。多発するネットジャッカーの事件がまた起きました。シティの生命線ともいえるデータネットを不法に侵犯するネットジャッカーたちですが、昨夜また F 区12ブロック一帯で約300世帯が5時間にわたって断線されました。
これに対して EX およびネットポリスのスポークスマンは、ネットジャックがこれ以上拡大すればシステム保全のために戒厳令もやむを得ないと警告しています。プリゾー、これに対しハートオントゥ、あなたのセンスは今リンクされる。これはもう一つの現実だ。 By オレンジアミューズメント。こいつがそのブルー ID ってやつ。すっげえじゃん。返せ。俺たち置き去りにしてブルーカードか。ほんでもって EX に行っちまうんだぜ。見る。いらない。すっげえじゃん。怖い。エイジはとうとうエリートの仲間入り。俺たちとも話もできないってよ。エイジ、エイジゲームやってよね。うるさいんだよアキラ君は。エイジ、どんなに偉くなっても私たちのこと忘れないでね。忘れっこねえよ。ミキなんかとはここの出来が違うんだぜ。言ってんじゃないわよ。パーティーしよう。エイジのサイクルアウトパーティーしよう。しよう、みんなでパーティー。今日みたいな汚い服はダメよ。私たちはドレスで待って、男の子はスリーピースとかでビシッと決めて。タキシードなんか俺似合っちゃいそう。似合う似合う。レスター、あんたきっと何着ても合わないと思うよ。だからいっそのことパーティーなんてやめようぜ。てめえは黙ってんだよ。誰のためのパーティーよ。ありがたく思いっつうの。誰が喜んでパーティーなんかすっかよ。特にエイジのためなんかな。えらく嫌われてんのな。あら、知らなかったの。このソフト買ったよ。新曲でしょ。はあ、俺も持ってるよ。コピーだけどな。コピー？あ、俺も。コピーなんてダサいわよ。たかだか CG アイドルだろ。バカらしい。また始まった。エイジには分かんないのよ。美しいものは美しいんだよ。エイジになんか分かってたまるもんかっつーの。エイジ？どっちだよ。決まってんだろ。行けば。あ、行ってらっしゃい。やめろやめろ。本気みたい。赤と緑のしましまなんだって。はーい。はい、何でしょう。いや、そっちの子なんだけど。あら。俺はエイジの一人芝居に2000。やめなよそういうの。俺も1000。私もうまくいかない方に2000。リサは？そうね、ダメな方に2000。それじゃ賭けになんねえよ。アキラは？じゃあ落とす方にする。そら、ちょい待ち。俺の思い違いだったらしいけど、仕事明けてから少し付き合ってよ。え？よし、決まりだ。やった、アキラの一人勝ちだ。エイジ、ゲームしようよゲーム。よし。
アキラのやつもうやられちまいやがった。毎度のことよ。しかしこのバージョン2は相当タフなプログラムだな。ターゲットのアルゴリズムがパワーアップされてる感じだ。それを読むのが腕ってもんだろ。今度のボスは後ろから来るぜ。なぜわかる？俺だったらきっとそうするからさ。ほら来た、左に。俺に任せろ。オーケー、ボーナス稼げよ。まずいバド、そいつらおとりだ。あ、後ろ、やばい。バード、後ろだ後ろ。赤いやつがつらついてる。どこだ？レフトターンだ。バカ、こっちだ。ああ、バードもやられちゃった。もう少しでゾーン7だったのに。またエイジだけになっちまったな。バード、惜しかったね。アキラに同情されちゃ終わりだな。やった、ゾーン7クリアだぜ。エイジすごい、トップスコア。おー、いったいったいった。よくかわしたね。化け物だぜエイジはよ。またやった。どこまで行くのかしら。やっぱエイジは天才だよな。さすが EX ね。バーカ、ゲームで EX 入れんなら苦労しねえや。 EX に入ってるんですか。ほら、ラストステージだよ。ほら、ほんとだ、すごい。あ、ジャッカーじゃねえのか。どうしたと。あ、ぶっちゃって。やべえ、ヘッドジャッカーだよ。スコアも消えちゃったな、こりゃ。どうなってんの。え、すみません、私入ったばかりで。ばっかりよ。へへ、エイジやるね。エイジナイスファイト。何言ってんだよ。アキラももうちっとまともについてこいよな。へへ、明日のパーティーでもやってよね。はあ、パーフェクトゲームを見せてやるよ。りょうって言うんだ。男の子みたいでしょ。だからできるだけ女らしいものの言い方をするようにしているの。そんなもんかな。それにしてもよく覚えているのね。一度見かけただけなのに。それは君みたいな子なら。でもおかしいでしょ、サイクルアウトしたのにアルバイトなんて。じゃあ俺なんかどうなんだよ。ブルー ID でサイバーゲームやってんだぜ。おまけにトップスコア。ゲーム好きなのね。明日ハードオンがフルプログラムに変わるらしいわ。そりゃいい、ファイナルステージをクリアできるのは俺しかいない。そんなにうまくいくのかしら。見てな。システムエリートになるんでしょ。わからないな、機械と話すのってそんなに楽しい。システム言語といっても別にコンピューターにお世辞なんか言いやしないさ。じゃあなぜ EX に。ハッカーをやってるうちにこのエデンのことをもっと知りたくなったのさ。ハッカーが EX 局員に。聞いたことないわ、そんな話。管理する側になるよりネットジャッカーにでもなってシティを変えちゃう方がお似合いなんじゃないの。不思議なこと言うんだね。まさかリョウ、サイクルアウトしたのはそのため。私ね、イブのようなパフォーマーになるのが夢。イブ。あんなプログラムの塊のどこが。イブはプログラムだけの存在じゃない。彼女はきっとどこかで生きているわ。噂だろ。噂かしら。だってずっと歳を取らないって言うぜ、ウォン・ダイみたいに。そうね、でも私は信じたい。そして会ってみたい。微笑みに隠された悲しみを抱きしめて見つめ合う絆、未来。リョウ。え、あ、アクセスコード教えて。自分で調べたらそれくらい得意なんでしょ、 B ランクのハッカーさ。
私は EXB ランクオペレーターミューラーシムカ。エイジ高中、あなたの入局を歓迎します。明日午前10時に EX タワーグランドフロア D カウンターに ID カードを提出してください。必要な手続きがあります。俺もとうとう EX 局員か。さてと、久々に頼むぜ。俺のターミナル。データベースへアクセス。プロテクター、クリア。サイコランド従業員リストへ。おい、ねえよ、甘かったな。この街で人が動けば必ずデータが残る。電話、メール、労働、支払い、すべて ID が使われるからだ。分かっていることは、俺と同じ日にサイクルアウトしていること。出た。あっ！くそ、もう少しだったのに。ネットポリスのプロテクトに引っかかっちまう。これ以上はこいつじゃやばいな。ようこそ EX へ、エイジ高中。はじめまして。どうやったら俺のパーソナルベースに直接アクセスできるんだ？さあ、さすが EX ってことか。あなたの ID に EX 専用回線用のデータを追加します。これからはそれを使うように。着いたわ。ここが EX の中枢システムラボ。エデンの頭脳ってわけか。A ランクのシステム言語だ。ここではエデンのネットワークを流れるデータを監視し、そして再構成してエデンのあらゆるファクターをシミュレートしています。何のために？エデンの限られたキャパシティの中でバランスを壊すことなくシティを運営していくためよ。といっても我々はシステムの補佐をしているに過ぎないわ。人間を一人一人データ化してシステムにインプットしてるってわけだ。それによってエデンの市民が全て平等に自由な生活を送れていることを忘れてはいけません。このバランスが崩れればエデンだけでなく地球環境全体の問題になるんです。これでなぜあなたが EX に選ばれたか分かったでしょ。 A ランクのシステム言語をマスターした者は監視する必要があるってわけだ。行きましょう。網膜パターン照合なんて初めてだ。ヤコブ・ハルム局長、エイジ・高中を連れてまいりました。待っていたよ、エイジ。君のデータは見せてもらったよ。いい方の波を出しているな。それはどうも。君にはガーランドに乗ってもらうことになる。ガーランド？対ネットジャッカー用移動ターミナルマシンだ。奴らの侵入によっていくつかの市民データが失われてしまった。プロテクトを強化するだけではシティのバランスは保てない。君の才能に期待しているぞ。
市民データが失われたって。これは極秘よ。そのためのガーランド。なんかヤバそうな話だな。あなたはとても重要な任務に就くことになるわ。それでは我らがハッカーエイジ君の門出を祝い、チェリオ。何がチェリオだよ。ありがとう。みんな、君たちの幸せは俺が守ることになる。この街は完璧なまでに管理されているが、それは何十万という住人たちの自由を守るためだ。俺が EX に入るからには。なんだぜエイジ、5000円ありがとう。ねえねえ、やっぱりシステムに縛られてるのって嫌よね。縛るんじゃなくって人を導いてるでしょ、いい方向に。まるで神様気取りよね。はいエイジ。自分のじゃないのかい。俺のも頼んでいいかな。ダメ、いつかサイクルアウトしたらね、優しくしてあげる。レスタ、エイジ、今度は俺ドロップアウトだ。なんだよ、聞かねえぜ今時。実はゲームメーカーのオレンジから誘いがあった。はあ、俺のためにゲームでも作ってくれるの。まあな、俺のファイルを見たオレンジのエージェントがちょっとしたルートからアクセスしてきたんだ。はあ、危ねえな。オレンジが今進めてること、少しは噂になってるだろう。無理さ。可能なんだ、ハイパーネット。言っちまえばこのエデンの中に別のもっと高度なネット社会を作っちまうって話さ。 EX が黙ってるわけねえだろ。当然さ。だからそのためにオレンジは俺たちみたいなのをスカウトしてるらしい。マジかよ、戦争になるぜ。デレクマンは何かをやる。俺はそいつを見たいんだ。エイジ、何二人で暗くなってんだよ。主役だろ。ジェッキアウトもできねえやつがサイクルアウトなんかすったらたまんねえぜ。笑わすなよ、いつでも受けてたぜ。まずい、頭の痛くなるやつだ。よーい、スタート。あー、悪いなエイジ。すごいでした。エイジ、大丈夫かよ。エイジ、しっかりしろエイジ。ああ、大丈夫かよ。俺式 EX の星が泣くぜ。泣いてんじゃん。それじゃあサイクルアウト記念に一つ、スカーッとこの最新ゲーム完全クリアしてやろうじゃねえかよ。いいぞエイジ。今度は決めてよね。バード、アキラ、レスター、会えるぜ。エイジ頑張ってね。任せとけって。シオン、誰だこいつ。トップスコアだよ。知らねえのか、少し前までここのゲームキングだった男さ。知らないね。とにかくファイナルステージをクリアすれば文句なしだろ。なあ、よかった。よし、いきなりゾーン6から攻めるぜ。バドは右、アキラとレスターは上を頼む。赤いやつに気をつけろ。あいつはミサイルがロックしないんだ。後ろからのは。このゾーンじゃ後ろからは来ねえよ。行くぜ。シオン、四駆のマシーンに面白いやつが入ってきた。エイジ、いただき。あいつか、いい波が出ているな。ボーノ、こいつのマシーンにバージョン4のプログラムを流し込んでやれ。え、遊びさ。どうした。なんだよ。アキラとレスターがやられた。あんなの初めてだ。うまくかわしたな。脳波脈拍全て正常。まあ、いい素質だ。今度はどうかな。酔いが冷めちまったな。また来るぞ。ミサイルだ。
黙るか！マド！くそ！お返しだ！すごい。あの攻撃をかわし反撃するとは。バージョン X を流せ。しかしシオン、もう奴のデータは取れているし、それにこれからが本番だ。これはただのゲームじゃない。ネットジャッカー。またか。ダメだ。ダメだ。やめろシオン、これ以上は危ない。 EX が嗅ぎつけたらデレクマンの計画が。これが最後だ。これは イブに守られているだと。一体どうしまったんだよ。またなの？でもエイジ出てこないよ。あいつとやるといつもこうなんだよな。エイジ出てきた。エイジ、エイジ、何があった？大丈夫？くそ、バド、今夜例のデバイス持って付き合ってくる。決まってんだろ。懲りないやつだな。そういや彼女今日はいなかったよな。スリーサイズでも調べてんのかよ。アクセスコードは知ってりゃ苦労しないよ。嫌われてんじゃねえの早速。くっ、彼女のデータは消されたんだ。消された？ネットジャッカー絡みかよ。消されたデータをどうすんの？何やってんだよ。おびき出してやる。誰を？やつさ、消されたはずのデータが残ってるとしたら、そりゃ慌てるよな。そして消しにかかる。そいつを追い詰める。おめえも変わんねえのな。来た、逃すな。バド捕まえた。そっちに送る。いいぞバド、フォロー頼む。これはオレンジシステムの中枢じゃねえか。そこからさらに伸びてる。オレンジのシステムを使いこなすやつが嫌がる。まだまずい。え？じゃあ、しっかり。なんつーカウンタープログラムだ。やべ、バド。お前がこんなことやっててバレたらただじゃ済まねえぜ。エリートコースがパーじゃん。俺だってこういうことは嫌いじゃねえけど。エイジ、お前は急ぎすぎだ。自分のやってることが分かってんのか。ま、俺も人のことは言えねえけどよ。エデンはいわば人類の望みうる究極の生活環境であり、今後もそうあり続けなければならない。そのために我々 EX ではシステムとウォン大司教の導きに従い、システムが我々に与えた最後の楽園であるこのエデンを完全に管理維持していかなければならない。かつて旧人類たちによって地球の自然環境は完全に破壊されたが、システムによって復活を成し遂げた。がそのシステムの偉大さを忘れ、システムダウンを狙うネットジャッカーによってこのエデンのバランスは大きく揺らぎ始めている。ネットジャッカーは
エデンの解放を目指しているのではないのですか。くだらんな。解放の日はウォンダイ様とシステムによってもたらされるもの。ネットジャッカーごときには何もできん。奴らはただの波形の乱れた破壊主義者どもだ。見たまえ、これが今後2年間の市民の波形の揺らぎのモデルだ。不安とストレスがシティを支配していくのがわかるか。この局面に若い君らの使命は重大である。システムが人類と自然とが融和してゆけると判断を下すエデン解放の日のために、 EX の活動は新たな段階へ移行する。諸君の EX 入局を歓迎する。以上。各自ヘッドリーダーに従い持ち場についてください。解散します。エイジ高中。あなたですね。これはシステムに対しての反逆行為とみなされ、 EX としても処分に値します。つまりあなたの EX への所属は破棄され、 B ランカーとしての資格も取り消されます。本来ならばだ。今は君のハッカーとしての知識さえもが必要となってきている。君はいい波形をしている。 EX のために役立ててほしい。対ネットジャッカー用ガーランドのデータ調整を行います。地下のシミュレーションルームに急ぎなさい。はい。若いな。エデンのアンバランスさを彼らの活力が突き破るかもしれませんね。諸君らには特殊任務遂行のための訓練を行ってもらう。これがシミュレーションマシンであるが、ガーランド本体が固定されている。ガーランドユニットはまるでゲームマシンだな。この原型となったモデルは最終戦争で使用した兵器だが、システム破壊を企む反逆者に対抗するための訓練と思っていい。サイバーネットの監視とシティ内の高速移動、そしてネットジャッカーに対しての鎮圧、それを全て3機のガーランドと1人のバックアップオペレーターとで可能にするマシンだ。ん？ B、どうしました？いえ、エイジのモニターが消えました。どれもダメです。そんな…B、なんだよこれ。何が起こっている？わかりません。外部からです。こちらからはコントロールできません。外部？ここでは外部との接触はありえん。このラボは外部とのラインに断たれているわ。B、どうなってんだ？走行データだけなんじゃなかったのかい？やめさせ。エイジ、やめなさい。ダメです。断ち切られてます。攻撃はできないのかよ。俺のプログラムを破ってみろ。電源を切りなさい！何があったの？エイジ。ご機嫌なマシンだぜ。外からの接触か。外から？ネットジャッカーなのか。ネットジャッカー。まさかこのラボまで入ってくるなんて。奴らも焦ってるな。ガーランドのデータを探りに来た。シミュレーションはもういい。明日からテストを兼ねて外に出す。しかしまだ G フォームが。構わん。サイバーリンクさえできれば私が何とかする。こいつ持って帰っていいかい？俺用に調整したいんだ。時間がない。ウォン様も急いでおられる。任せたぞ。サンキューヤコブ局長。EX はガーランドを蘇らせたらしいな。まだ不完全だが。遊びは終わりだ。明日はシステムダウンを狙うぞ。そしてイブプログラムを解放する。ドラの箱開けた時、永遠の旅始まった。愛し合うほど絆
Gフォーム？りょう。こんばんは。いきなりで驚いた？アクセス待ってたのに。俺の負けだな。でもそろそろ会えると思ってたよ。入れよ。それにしても、なぜサイコランドにいなかったんだい？物好きね。部屋の中でバイクいじって。EX の秘密兵器さ。ネットジャッカーのある男を抹殺するための端末。怖い話。ある男って？シオンだ。知ってるかい？ううん。シオンはサイコランドの元ゲームキングさ。なんだ、ゲームの話？なんだか熱いわ。いつもこんななの？いや、おかしい。コントローラーが。大丈夫？ダメだ。部屋のシステムがイカれ出してる。管理センター呼ばなきゃ。ダメだ。全部を釈迦。閉じ込められちまった。きっとまたシオンだ。まさか、そんなことする人じゃないわ。へへ。まさか、こんなことがこのエデンで偶然起こるとでも？でも、シオンとはオーディションで知り合ったの。サイクルアウトもシオンに勧められて。やっぱり君を消したのはシオンか。信じていたわ。でもネットジャックとかエデンを解放するとか、私怖くなって。そしたら今日。エイジ！ギャッ！リョウ、今が問題だろう。俺を信じるか、シオンを信じるか。行くぜリョウ。無理よ、ここ何階だと思ってんの？なんとかなるって。行け！ああ、なんとも。私も平気。俺を信じてくれた。うん、でもその前に助けてくれてありがとう。ならガーランドに行ってくれ。え？なんだ、始まったのか。7区交通システム制御不能。12区の居住区でデータがオーバーフローしています。2区で通信回路が大規模な混戦を起こしています。第5サーキットバックアップ不能。ネットポリスを急がせろ。シティの 20% のアクセスポイントが機能停止しました。ネットジャッカーだ。カウンタープログラムが次々に破られている。うわー、やめろ。ネットジャック、本当に始まったのか。ヤコブ局長。どうしたんだ、三浦君。波が荒いな。ネットジャッカーです。そんなことで報告？今度のは大規模です。 EX タワーにも被害が。失態だな。なぜそうなるまで。申し訳ありません。しかし。もういい。ガーランドチームを出せ。君がサポートしろ。え、しかしまだ。 EX の全てのターミナルを私に集めろ。はい。ネットジャッカーたちは本気でシステムダウンを狙ってるわ。急いで。ネットジャッカーにしては
プログラムが美しいな。データの流れが戻っている。ヤコブ局長のオペレーションだ。ミューラー、ネットジャッカーのアクセスポイントは現在スキャン中。7区 C エリア、ネットターミナル401へスキャン。おかしい、アクセスポイントが広がっていく。キープできない。どうしたんだ。まるで別のネットワークの中を走り回ってるみたい。なんだって。ミューラー、そのデータをガーランドに回してくれ。どうする気。俺とガーランドを信じろって。元ハッカーをなめんじゃねえよ。こいつが役に立てば。やった、ほとんどのポイントがおとりだ。さすがね。残ったポイントのデータを送るわ。交通管制システムはまだ混乱しているわ。スピード落として。エイジ、ネットワークの中を駆け巡る俺のスピードはこんなものじゃないさ。近いぞ、この辺りだ。サイコランド、奴らはオレンジのゲームネットワークを使ってるんだ。オレンジだ、デレクは。しかしこれで最後。エイジ、あとは任せたぞ。シオン、急げ、 EX に嗅ぎつけられたぞ。 EX め、ガーランドを出してきた。プロジェクトヘッド、ゲームは終わりだ。 EX の相手は俺がやる。このデータをデレクマンに届け。ミューラ、このビルのデータを。動いている。7番通路、トレーラーだ。追え。マシンソルジャー。エイジ、やっぱりお前か。ダメだ。ネットジャッカーはマシンソルジャーを使用。応援グー。我々の新たなネットワークの力を思い知れ、 EX。 何が起きた。お待ちください。イブシステムのプロテクトが解かれています。なんだと、イブが。ネットジャッカーのなぜだ。マシンソルジャーです。エイジ一機では対応できません。あんなのとどうやって戦えってんだ。くそ、よし、 G フォームを試してやる。のマシンソルジャーに遅れを取るとは。イブプログラムが反応している。イブ、ネットワークは機能を止めているはずなのに。なぜだ。イブプログラムは何に反応している。ガーランドとエイジはどうなる。シティのデータを集めろ。ヤコブ、ヤコブ。あ、ウォンさん、どうしたのだ。お前らしくもない。波が乱れておるぞ。申し訳ございません。
プラグインしろ。エイジのガーランドとリンクする。クソ、エイジ、イブの呼びかけを聞け。エイジ、早く奴を倒せ。頭は私に任せ。ガーランドの動きが止まった。ウェポンベイ、ロックオフ。しまった。俺の中から出てけ。あんたがシオンか。ずいぶんと派手にやっちまったな。一体何が始まるんだ。イブ、本物のイブが目覚めるのさ。そのためにお前を呼んでるんだよ。エイジ、高々。目覚める。エイジ、ポイントゼロへ行け。そこでイブが待っているっていうのか。イブを導いてくれるはずだ。イブ、一体何が始まろうとしているの。答えるんだ。あれがポイントゼロ。イブ、本当にイブなのか。待っていたわ。ようこそ、セブンGのオペレーター。